ポチッとな。はい、皆さんこんにちは、マイクです。今回はですね、夏民が N 番の市場に行ってきましたので、それに同行して撮影しております。この N 番はですね、お借りしているのはですね、グレードがプラススタイルクールではなくてプラススタイルファンっていうタイプですね。ファンっていうタイプですね。目がですね、フロントのヘッドライトが丸く見える感じのファンっていうタイプですね。装備はですね、至ってシンプルな感じを見受けられますけども、これ非常にですね、機能的に作られているダッシュボードパネルになります。と言いますのはですね、まずこのグローブボックスっていうものがないんですけども、至るところですね、こういう何か物を入れるところ、引っ掛けるところ、穴が開いてるところ、いろいろありましてですね、作業車、働く車としてはですね、もう申し分のない作り込みがなされている格好になります。で、バンだけありましてね、4段バンになりますね。で、やっぱりサスペンション系は硬くなっております。後ろの席に乗っているんですけども、N ボックスに比べてですね、やはり突き上げ感はありますね。それはやっぱり重量をですね、なんと350キロぐらい積めるような足回りを持ってまして、もうこれはですね、重量物を運ぶのには適してる、そういう 足回りですね。でどうしてもですね、空荷の場合ですとね、突き上げ感がどうしてもあります。まあ、とは言ってもですね、この程度タイプの、バンニーと同様ですね、他の他社さんのバンと同様ですね、同じように、乗り心地的には9大点を挙げられるのかなっていうふうに思います。まあ、装備もですね、一見なんかシストンに見えますけども、必要十分な機能も備えてます。グレードによってはですね、いろいろステアリングスイッチであったりですね、もう本当これそれだけでですね、普通に乗用車として耐えれるような我慢できますね、作りになってますね。ステアリングもですね、軽すぎずですね、重すぎず N ボックスに比べて多少のこのハンドルを操作しているっていう感じがですね、見受けられるっていうですね、こう手応えのあるハンドリングになっております。これは仕事でですね、使われる方やなんかはそういう車の方がこうステアリング操作がしやすいっていう思うと思いますので、それでその辺の味付けがですね、やっぱそういう風になってたりですね、あとギアがですね、CVT のギアですけど、やっぱりローギアードに振り分けられてますね。もう高速道路をもう永遠にビュンビュン飛ばしていく車ではない作り、その逆ですね、街乗りの中でのトルクやなんかの方が重視するタイプのセッティングになってるみたいなので、そのあたりで、ね、エンジンが一緒でもですね、多少燃費にかかってくる部分があるかなっていう感じがしました。もうナビもですね、オートエアコンもですね、もうちゃんとついてますので、もう普通の乗用車感覚で乗れるようなナンバーになりますね。で、ものすごく驚いたんですけども、運転席がですね、N ボックスですね、N ボックスのものが覆られてるようなんですよね。運転席だけシートが分厚いんですよね。あと助手席と後ろのシートはちょっとペラッとしたシートなんですけども、これはですね、もう皆さんご存知の通りですね、車中泊する方やなんかは
にはもうありがたい装備で、逆にですねそういうあのペラペラ の, あの椅子ではないと畳んだ時にですねフラットにならないとか、そういうのありますので、こちらのねあの車はですね、もう一人車中泊っていう意味ではもう最高のあのお供の車ですよね。後で出てきますけども、やっぱりシートレイアウトがもう本当にその車中泊をするために作ったんじゃないかって思うぐらいのレイアウトになってまして、まあとはいうものの、本田さんの話によりますと、まあ、オートバイを乗せたりサイクリング用 の, あ の, 車あのオートサイクルってなくて、あの普通 の, あのサイクリング車ですね、指定車を乗せるように作ったというようなことをおっしゃられてましたけども、まあ、まさにそういう小作物でちょっと背の高い荷物 もう軽々と、まあ、あの積むことができるということで、段ボール箱にして71個分、ビールケースにして40個分もあの積めるようなスペースがですね、あの最初から奢られてるってことで、もう驚きですよね。でやっぱり背が高いですね、1m90 超えていますかね、グレードによってはあのちょっとハイルーフっぽいのもありますので、そうするとですね、やっぱり 1m90 近い数字になりまして、やっぱりすごいあの高さがあるんですよね。なので乗った感じがですね、もうとその普通の車に比べるともうすごいあの高い、天井が高いので、まあ、背の低いお子さんなんかはねちょっと立って着替えができたりですね、そういうあの使い方もできるということで、アウトドアですねものすごく重宝するのかなっていうふうに思います。あとはですね、あの Nボックスでもありましたけども、あのやっぱりあのセレクターレバーがしっかりこう機能するというか、こうカチカチカチとこうあの剛性がある感じですよね。あのよくあるあのプリウスやなんかでこう簡単にねシフトレバーが入ってしまうような、そういう電子的なものというかよりも機械的なギミックですね、あのセレクターのレバーの剛性感というのがやっぱあの出てますね。あ、これであの一応試乗終わりましたので、最後にあのシートレイアウトのところを動画撮影したんですけども、ちょっとやり方がわからなかったのでディーラーの方にあの畳んでもらったんですけども、もう見事にですねあのフラットになりますね。これですね、絨毯でも引いて、でちょっとまあ、ちょっとしたマットレスかなんか引けば本当に普通の部屋と同じようなね感覚のあの床になる、なりますよね。まあ、それでいてまあそこそこ燃費がいいっていうことで、 JC08 モードでですね 23.8 キロですね、7割換算でやっぱりどうしても16C ぐらいにはなるかもしれませんけれども、でもそれはですね他社さんに比べればもうよっぽどかいい数字ですよね。こんな感じでパタパタパタっと座面がですね連動して背もたれと同じように動くんですよね。すごいなと思ったのは、あのドリンクホルダーがそのまま残った状態で畳めるっていうのはものすごくいいですよね。あのドリンクって結構やっぱり車中泊するときでもあのドリンクホルダーあった方がいいので、そのまま乗せたままの状態でそれを回避してるっていうことですね。だからどこにでも寝れちゃいますよね、このこれだけの長さが、まあ、2メーターぐらいあると思うんですけども、助手席もですね倒れますけども、助手席や運転席も倒せば倒れますけども、ちょっと段差がそのシートの厚みの分どうしても残ってしまうっていうことで、まあ、今回はですねそこまで展開はしなかったんですけど、もう何でも詰めてしまいますよね。まあ、高級感もあるね作りやなんか
そんな感じになってました。今回はこの辺りで失礼いたします。またよろしくお願いいたします。マイクでした。